何をするっぱ？とりあえずクリアしたんで、まず釣り具屋に行ってみようか。おう、ロッドの調子はどうだ？ロッド、まず生産しよう。代表ザンクジラ、鎧オオザリガニ、ジェルゲーターね。とりあえず今からこいつらと戦うわけか。で、アクアリウム。こんにちは。さすがに宇宙。あ、全然足りない。宇宙も再現できるのか、ここのアクアリウム。エイリアンカブト、エイリアンマグロ、エイリアン、エイリアンってつけたら何でもいいもんじゃねえんだぞ。エイリアン、ありがとう。ギャラクシーホエール水槽に入れれるんだ。ここに宇宙を作ろうね。さあ、とりあえずじゃあ行ってみますか。ご来場。何をするっぱ？出航。まずはエクストラモンスターの確認。お、サンゴ礁ブルーホール沈没船で、なんか印ついてるね。そして宇宙だね。とりあえず宇宙。宇宙船になってしまった。もう全部取れてんじゃん。だからさ、何でもかんでも金にすればいいってもんじゃねえんだからな、本当に。合計300キロ。S 狙うつってないやつ狙う。とりあえず一回ここ行っとこうかと思って、大体ゲットしてるし。S 狙いよりも、エイリアンカブトとね、エイリアンミツクリザメとエイリアンマグロ、この3匹狙おう。今回は S よりも。ゲージがマックスになると魚が逃げてしまいます。とにかくこのゲームは金が好きだね。地球に水、大気圏じゃなくて水圏になる。とりあえず全部釣ってたからちっちゃいやつを狙えた。あ、カブトガニ行ったね。カブトガニ緑、うん、そこだ。今回もカブトガニをね、とりあえず。お前帰れよ、マジ。マジお前帰れよ。そうだ、まずはカブトガニ。こいつが2匹と、こいつがまだだったよね。とりあえず今回はね、種類の方から。で、これで OK かな。8キロしかない。軽すぎ。 S は今回諦めだから。で、このカツオみたいなやつもまだだったかな。あったかぶっとうがに行った。よし、切った。たぶんこいつもまだなんだよ。あー、シーラは終わってたか。カブトガニ同時代いた。カメルのさ、貪欲さがやばい。おめえじゃねえんだけどな。こいつもまだだったかもしれないから一匹釣っとくか。ミツクリザメもまだじゃなかったっけな。よし、これだとエイリアンカブトを一体釣れば。種類が多すぎんだよね。あ、めげた、2つ当たっちゃった。エイリアンカブト多すぎて、こんな中ピンポイントで狙うのが大変すぎる。よしよし、さすがにこれはいったろ。カメがマジやべえよ、あいつ。
何にでも食らいつこうとしてきやがる。よしよし、とりあえずクリアしちゃうか。もうこれで全部いったはずなんだけど。ビリービリー。あ、ダメだ、足りない。すごい級。あれ、もう時間切れじゃん。これ確か失敗してもよかったよね。別に難しくはない。確か OK だったはず。ダメだったらもうブチ切れ混合だけどね。取れたよ。よし、ゲットゲット。マグロがまだだった。よし、マグロ1匹取ってエース狙いだ。マグロだったか。マグロ2匹連続。まあエイリアンカブトガニの8キロは狙わないってよくなったからね。マグロ赤かな。マグロそこだ。おめえじゃねえ、お前マグロじゃねえだろ。そこだ。とりあえず重量稼いでおこうか。マグロじゃねえもんね、どう見てもやっぱ違うかった。青じゃんマグロ。軽いな。マグロは青。そこ、シーシーシー。これはもうマグロしか来んない。マグロ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 。もう何なんだよお前たち。マグロだっつってんだろうが。種類が多すぎんだよ。まあお前でもないよ。よし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 、やっとだ。マグロ80キロあったらいいんだけどね。ちか11キロのマグロって別にそれなりに重いんだけどね。ところどころ現実的なサイズなのがこのゲーム。ちょっとね、なんでっていう。うわー、もうエースも同時に行きたかったな。足りない。 3秒足りない。それどころじゃねえ。でかいの、やっぱマンタとか何を狙えばいいんだ。マンタとアンコウとエイリアン。エイリアンって何。9キロって、おい、なんでそんなに刻むの。いいよそんな刻まなくて。やだ、私のマグロ軽すぎ。やっぱり大型狙わなきゃダメだね。いや、びっくりするほど小さかった。さあ、ボス行こう、ボス。何が出てくるかな。流れ星。流れ星をさ、あれ、ほうき星か、探すのは。私が探すのはほうき星だ。さあ、じゃあとりあえずね、まずサンゴ礁のエクストラモンスター。エクストラ魚は何だい。久しぶりのサンゴ礁、もうすでにね、オールエース。ん、気持ちいい。さあ、行くよ、下、トップ。幻の大氷山クジラ。ボスバトル。お金62,500円あげちゃう。おー、なんかいる。ペンギンが釣れる。あー、お供か。さあ、強すぎるのかどうか。レッツフィッシングパー。
さあ行こうではないか。え、何つってポイント貯めればいいの？え、いきなり？あ、ペンギン、ペンギン赤、ペンギンじゃ結構強いか。ここまで強いわ、ペンギン強いぞ。めちゃくちゃ飛び跳ねる。できるだけゲージ狙いたいね。アテリーペンギン83.35% だから3匹で OK だ、ね、でも S まで3分もあるからそういう意味では楽勝か。だから結構強い。3匹でいいからね。ゲージ巻き狙いたい。ゲージ巻きって何だ、ゲージ持ち狙いたいね。 S 取るとは簡単そうだよね、そういう意味では。ダメか、まあいいや。さあこれで 100% だ。 2.3 ぐらいはたまるか。てかペンギン釣り竿で釣るもんじゃないよね。さあ来たぜ、クルッキュークルッキュークルッポーポッポッ、来たー。ここ暖かそうな海ですけど、そんな寒そうな格好で来られてもちゃんとチェックしてないから ボスの弱点がわからん。あった、おっと、無理やり引っ掛けたね今。どうマッキー来るぞ、氷の攻撃。まあそうだよ、なんでこんなとこ来たの、こんなあったかいところ。氷巻き来るか、必殺強い、さすがに強い。ボスが逃げるか、でもまだ2分あるから S は楽勝そうだよね。よし、3割しか与えられなかったよっ。とりあえずクリティカルで、よし、くらい。今なんだっけ、きた、ホエール。一体どんな攻撃を、わからない、なんか光った。どんな攻撃を、全くわからない。しびれろー、チャンスパ、逃がさ、やばいな、これもう2回いるぞ。いいか、1、守備力アップ中、守備力アップはダメだよ、そんな時間稼ぎ許されるものではない。さああと1分、2回は無理かもしれない。怒るのはいいんだけどね、2回目の必殺溜まりそうなんだけど。またシールド、シールドはダメだって、それは時間稼ぎだよ、それはエゴだよ。弱ってるどうとかじゃないんで、ダメージが通らない、ダメージが通らないんだよ。あと36秒、クリティカル、よしよし、クリティカルまではいった。あと30秒、ゲージたまりそう。くそ、どこだ、どこから来る、はよ姿見せい、そこだ。しゃ、押すぞ、あと20秒だ、くらえ。ギャラクシーコイルのなんかかっこいいポーズ。よしよし、あー、シールドはダメだって、シールドは幻ゲットじゃ。超大物ゲットキュー。ふう、結構ギリギリでしたよ。しかし私は勝ったのだ。6個ゲット、来いよ。
とりあえず1セット2セット分あるな。新しいロッドが作れるようになったっぱ。作る。作りに行くっぱ。金余ってるけどこれ無駄だよね。多分使い切ることないよね。好きな手配。行きたい場所を選ぶ。さあ帰ろう帰ろう。何をするか。釣り具屋じゃん。やっぱり2匹目釣らないとダメなのかな。エクストラボスも。おお、なんかすっげえ増えてる。エビル、エビル、エビルモンスター、エビル、エビル悪魔になっちゃった。はーいっと、ロッド強化、大宝山、お、強化できますよ。マンボウもっと詰め。ホウジロザメを釣れ。ボス素材ばっか要求してくる。ゴールドホウジロザメを釣れ。おお、大氷山クジラ、自らの素材を要求するか。でもレベルマックスじゃん。これによりギャラクシーホエールも強化できるね。いけるいける。ここでだいぶ楽に戦えそうな感じ。いつでも持ち込んでこいよ。さあアクアリウム、どんな感じかな。いらっしゃいませって。イライリストじゃ。サンゴ礁、やっぱ2匹釣らなきゃいけないのか。さあじゃあコンプリートしに行っちゃいますか。ペンギン、ペンギンかわいい。多分これでラストだよね。あれどうだっけ、見るのはあここじゃない。これ報酬だもんね。さあじゃあコンプリートしちゃいますか。何をするっぱ。行きたい場所を選ぶ。サンゴ礁。さてさて、大氷山クジラ2度目。ちょっとね強化したから強いよ。どれだけ楽になるのかがこれでわかるよね。今2段階強化したからね。たったこれだけのことでどれほど楽になるのか。とりあえず守備は卑怯だよね。まずはねゲージを増やそうと。できるだけボスゲージじゃなくて必殺ゲージもらえるやつ釣りたいんだけどダメかな。まあしょうがない。クリティカル。逆に赤は強くなってないかな。ペンギンを捕まえるのに釣り竿で釣る人は聞いたことないよね。一匹ぐらいはゲージ貯めたいんだけどな。ゲージ持ちが近場に来てくれんじゃい。いるいる。そこ。ああ。かわした。よくない今の。ゲージ持ちじゃないやつを見事にかわしたぞ。よしよし。さあ2段階強化された竿がどれほど強くなっているのか。下から来るよ。ここあったかすぎるんですけど、俺の氷溶けちゃうんだけど。じゃあ帰れ。ホエールロッドじゃん。おらおら、マクパー。お、攻撃してきてほしい。あれなんか新しいぞ。昔のでも短昔のシューティングゲームみたいなさ。あれやっぱ威力めちゃくちゃ高くなってるよね。2段階しか強化してないんだけど。ほら3割だったのが3割半に。そこまで強くなってないか。お魚さんと特定
直接引っ掛けていくスタイル。残りゲージ1本だったら強巻き用に残しとかないと。下がなしょうか、食らえ。ヒギかっこいいポーズ、まあ、ぐるぐるのかっこいいポーズだよね。これ盾をね展開するからね。これさ、わざと帰らした方が早いんじゃない。今思ったんだけど、盾で戦うぐらいだったらこれとっととわざと失敗してさ、もう一遍巻き直した方がいいんじゃない。僕は思ったんだけど、どうかな、ブザ君。あ、盾だ。体力あるんならこっちの方がいいんじゃないっていう俺の発想。どうなんだろう。言うほど盾も長くないか。まあもう S 取ってるからそういう意味では余裕だからね。また盾だよね。これ盾どうなんだろうな。長い、長いっていうほど長くもない。クリティカル、微妙なとこだな。盾我慢した方が良さそうだね。2段階上がったのに割とギリギリだから、盾は素直に我慢した方が良さそうだね。はい、フィニッシュ。はい、ゲッチュー。幻ゲット。幻じゃない、確かにここにいたんだ。右側のさ、あのペンギンのアイコンかわいいね。やーい、釣った釣ったーっと。6個ゲット。さーて、どんなサイズか見せてもらおうではないか。アクアリウム。こんにちは、報酬の確認して。報酬を見せたまえ。来た、コンプリート。あ、なんかセーブ中。まあ、うちは一旦置いといて水槽を見る。あれ、1足りない。え、どういうことだ。もう一匹いるだと。実はもう一個下があったのかな。あれ、ない。え、あー、このまま釣ってったらさらに追加されるってことでいいのかな。なかったね。これクリアしていったらさらに追加タイプか。まあ見てみよう水槽。サヤリー LL ZL。 おお、マンボウ。うわ、でっけえの来た。おー、ホオジロザメも人飲みできそうな。あとペンギン、ペンギンどこだ。ペンギンは S かな M かな。タチウオとか来ちゃった。 M かな。ペンギンはド M かな。シーラってやっぱでかいな。クジラはでかい。コナミ感。
ペンギンは来ない。どうしたペンギン、どうした。ペンギンは S。 ハリセンボン、餌あげなくなってからだいぶ経つのにクジラずっといる。あれペンギンが来ない。種類が多すぎて狙った魚ではないね。ペンギンって鳥だよね多分ってなんだよ。まあクジラも魚じゃないけどな、それ言ったら。ペンギン来ないよ、おかしい。いやペンギン来なかったら水族館潰れちゃうよ。ペンギンで大体さ、ペンギン賞とイルカ賞で持ってるみたいなもんだからね、水族館って。おお、でっけえな。いい迫力だ。にしてもペンギン来ないね。大型か？ゴールデンシャーク。まんぷ。あれ？ほんと来ないね。おい、S なのか M なのかぐらいは教えてくれよ。最先にやっぱ M かな。タチウオ。ほんと来ない。ちょっとこれ寂しいな。ペンギンと触れ合いたいんですけどね、よろしいですか。サメが迫ってくる。サメ？僕の彼は。あ、僕魚じゃないんでって感じなのかな、ペンギン来ないのは。なんかすごいちっちゃいサメみたいなのいいんだけど、こんなちっちゃかったっけ、サメ。だいぶ奥の方にいるだけなのかな。本当に来ない。もっとだ、もっと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 輝け。あべ、こんな食べたら太っちゃう、太っちゃうよ。うめえ、うめえ。来た、やっと来た。ああ。ね、ペンギンは M でしたね。いやー、ネットで有名なペンギンの絵を思い出すね。1匹のペンギンが追われてる、3匹ぐらいのペンギンに追われてるあれね。あれ好き。いいね、ちゃんと作られてるモデリング、うん、かわいい。あー、よかった。さあ次行こう。じゃあちょっと宇宙チェック。エイリアンカブト、バーン。エイリアンマグロ、ミツクリーザー、はい。よしよしよし、プシュー。ギャラクシーホエール、ゴールドギャラクシーホエールと、ギャラクシーホエールとアリゲタガーと、バナナのがマダコとタツノコプロ。いや、プロはいらない。オッケーオッケー、まあ順番に埋めていきましょう。